西部は、まあ、さっき言ったように感染者がひどいんですよ、新規感染者が。そしてフィリピン全体で、ロックダウンかかってますけども、いまだにロックダウンかかってるんですが、フィリピンのロックダウンっていうのは世界で一番長いんですよ、期間が。始まってからですか？そうですね。そしてそのロックダウンも今大きく分けて4段階に分かれてるんです。4段階に分かれて、一番規制の厳しいやつ、一番規制の厳しいやつが、強化されたコミュニティ隔離といって、ETQ って言うんですけども、これが一番上なんですよ、一番きつい。その下に、MECQ っていうのがあるんですよ。MECQ、MECQ。それがちょっと緩和されてるわけですよ。ね。その下に、GCQ っていうのがあるんですよ。一般的なコミュニティ隔離、ジェネラルコミュニティ、っていうんですけども、で、その下に、MGCQ っていうのがあるんですよ。こうやって大きく分けて4段階に分かれてる隔離してるんですけども、で一番最初はやっぱりフィリピン全国で ECQ がかかったわけですよ。一番きついやつが。ETQ、ECQ、EC、C です CC、コミュニティの C。か。ECQ、なるほど。それ以降はずっそとしそのままて、なんですか？それ以降に、6月に入ってから、まずマニラ、一番最初はね、マニラの首都圏が一番多かったんですけど、どんどんセブの方が多くなってきて、今もセブの感染者の方がマニラ首都圏を抜いてるはずなんですよ。いろんな海に行ってると思うので、ご存知かと思いますけども、当然セブに来てる方もたくさんいてはると思うんで、まあ、うちに来てるかどうかは別として。それは大事な話そうですね、うちはで、あのね、西部のマクタン島に本店がありまして、あとフランチャイズでボホールに支店があるんです。で、まあ、マクタンの本店の方では、もう皆さんご存知のように、空港から非常にアクセス近いですよね。日本からの直行便、ほんで空港に降りて、ホテルに入るまで。うちのお店に来るまでも非常に近くて、車でね、数十分で着くという形じゃないですか、空港から。そういうアクセスがいいので、こう今までこう、ね、非常にこう賑わってたんですけども、まあ、セブ島自体のリゾート地っていうのがもうマクタン島なんですよ、基本的に。セブの本島の方はリゾート地ではないんで。そして、海の方もね、ヒルトゥアン島をはじめとして、ナルスワン島であるとか、オランゴ島であるとか、ちょうどマクタン島の向かいの島になるんですけども、うちのお店からでもボートでまあ30分とかね、40分とか、それぐらいのエリアなんですよ。だから、ショップから近いエリアで非常に楽しいポイントはいっぱいありますよね。もうオチさんも行っていそうですろね。いろね、同行しロて。ニンアジの群れとか。そうですね。ヒルトゥアン島ではね、ボートで30分ほど行ったヒルトガン島というところではね、ロウニンアジの群れとか、あとはツバメウオの群れとか、まあ、高確率で見れますよね。ほぼ見れますね。なんナかルスワン島、なんですか？ロニンアジがあんな人が行くところに群れてるのってあんま見ないですもんね、他どうなんですかね。自分はセブ以外はほぼで。知らないんで、なんとも言えないんですけど、多基分本的にロウニンアジって単体、大きくなって、なると、群れ行動は起こさないですよね。そうですね。だから、セブにのマクタンじゃないわ、ヒルトガン島に似てるロウニンアジもまだ若いんですよね。だから、1メーター超えとかいうのはなくて、だいたい60センチとかね、その辺ぐらいの群れが結構多いですよね。だけど、やっぱり水中で見るとなかなかでかいんで。そうですね。まあ、浪人の群れをあんなにこうリーフの上でのんびり見そうれなるんとでころはあんまないと思いますよ。本当、リーフの上なんで。浅い時なんて本当、2、3メーターとか泳いでますからね、群れで。そうですね。まあ、そういうマクロもね、いろいろ面白いですマクロはもう非常に人気ありますね。
もうマクタン島、要するにマクタン島の沿岸、はい、東海岸線の、まあ、要するにだからうちのショップの前ですよね、うん、あの辺が非常にマクロで皆さん賑わってます、はい、あとアジの群れとかも結構でかい感じ、はい、そうですね、アジの群れ、そうですね、アジの群れ、それと今流行りのミズ、ミズンっていうのか、まあ、我々普通にイワシっていうのセアデン、あ、イワシの群れですか、うん、はい、あれの群れがね、うちのお店の目の前にいっぱいいてるんでね、だから、うん、皆さんご存知のモアルボアルか、セブの、はい、セブのモアルボアルみたいな感じで、あそこまで、うん、多くはないんですけど、うんうん、普通にこう、うちの店の前で、ね、変な話、はい、ボートで1分とかね、歩いてビーチでも行けるぞみたいな感じのところで、うん、ガッと見れますんで、なかなか楽しいと思います。たまに自分もあの SNS とかでアップするんですけど、うん、あと自分が結構好きなのはあの鎧魚、鎧魚の群れ、鎧魚ね、鎧、あれ鎧魚なんですか、そのヘコアユなんですか、で、まあ、ヘコアユと鎧魚の区別がようわからないけど、まあそう、えらいガイドさんに聞かんと、なんか調べてると鎧魚なんじゃないかなって、鎧魚ですけど、鎧魚です、はい、あれが結構群れの写真としてはね、花火みたいにバーってなるのが面白いです。そうですよ。自分最近確かね、前に撮った鎧魚かな、鎧魚のその群れの写真をヘコアユの群れとか言ってあげました、アップしましたから。ああ、だからみんな どっちだかよく分かってないから別にいいんじゃないですかね。俺的には。こういろいろ難しい人は。まあそうですね。あとその銀色に光ってめっちゃ綺麗ですよね。そうですね。ステージ。はい。なかなかいい感じ。めちゃくちゃの群れですからね。うん、10匹、20匹の群れだ、はい、あれも他ではあんま見ないですね。そうなんですか。はい。そうなんです。フィリピンでもそのマクタンが一番多い。そうそう、マクタンはちょうど本当、うちの店の前ですよ、あれ。はい。あの辺しか見れないですね、はい、あの群れは。うん。そうですね。まあ、あと、ちょっと遠征先のバリカサグや、あのジンベイが見れる、あの最近ね、バリカサグ、はい、バリカサグというかボホールなんですけど、はい、バリカサグではないんですけどね、うん、ボホールでジンベイがあのセブのオスロブのような感じで、はい、去年ぐらいからかな、去年ぐらいから出始めましたね。ああいうあのフィーディング的な感じじゃなくて、それをもともとフィーディングやってなかったんですけども、はい、集まりだしたんでフィーディングをしだしたという噂は聞きました。ああ、ボホールの方で。ボホールの社長から。ああ、うん。じゃあ、似たような場所が2か所でできた。そういうことですね。セブとボホールと。ただ、今、現状どうなってるかというのはちょっとわからないんですけども、はい、現状、マクタンの方、マクタンじゃないわ、セブのオスロブの方はもうフィーディングを中止してるみたいですね。あ、そうなんですか。そうです、あ、今現在。入会自体できないんで、海に入る自体。はいはい。できないので。うん、うん、だからその後どうなったのか、もうだからあそこに寄りつかないようになるのかなっていう噂もありますけど。なるほど。うん、まああとバリカサグなんかも群れ系見るには面白い。バリカサグとはもう昔から有名なギンガメアジの群れってね、うん、半端じゃない群れなんでね。そうですね。それとあとはカメですよね。うん、亀多いですよね。めちゃくちゃ多いです。めちゃくちゃ多くてめちゃくちゃでかいですね、みんな。うん、ガメラ級のサイズがあります、ね。うん、そしてもう慣れてるんで逃げないですしね、うん。一生懸命ご飯食べてます。はい、だから写真撮るのにはほんま、なんかめちゃくちゃいいですよね。亀とツーショット撮るには。スノーケリングでも見れるぐらいですからね、普通に。そうです。あとサンゴが綺麗なのがスミロンとか、うん、サンゴはね、スミロン島が一番自分的には一番綺麗なと思うんですけど、ね、最近ちょっとこう、うん、荒れてるのが気になったんですけど、まだまだ、だけどマクタン島の近くでも、はい、ナルスワン島の浅場のサンゴとかものすごく綺麗です。多分その後ろに映ってもそうじゃないですか。いや、これはあの違うんか。あの、西表です。いやいや、多分絶対そうや、ね、あ、そうかもしれないですね。そうです、そうです。絶対そうです。それでもうナルスアン島のナルスアンだったかもしれません。はい、もうオチさん年だから忘れてんやろな。そう
ですね。あと僕が好きなのはその、うん、島に囲まれてるから結構シーズンいいと凪の中をこう疾走、船が疾走できるのが好きですよね、おちさん。あれね、あ、そ、あれで写真撮るのね、めっちゃ好きですね。はい、船の船体のお姉ちゃん乗せてね。いや、ヒロさんの時もありますけどね。あ、だそうなんですね。凪の時はほんまベタベタですからね。そうですね。スルスルというか、なんというか、はい、スケート場みたいなもん。まあ、あれも懐かしいですよ、もう。そうですよね。うん、最近あんま行ってない。あの辺がセブンのまあいいとこなんですけどね。はい。うん、まあ、あのね、あの船の一番前に座ってベタナギの中疾走してるのはやっぱ気持ちいいですよ、ね。気持ちいいですね。お客さんもだから結構船の先端に行って座りたいっていう方もいらっしゃいます。はい。まあ、あと船の形が特徴的なんで他と比べて。そうですね。バンカーボードで、はい、左右にそのバランスを取るためのリッパートリガーが張り出してるんですけど、はい、まあ、あれフィリピン結構だけど東南アジアはあんな使ってるんですか。いや、多分フィリピンだけだと思いますね。インドネシアは、ま、全く形が違うんで、あ、はい、あれは非常にね、はい、いいボートで、はい、船酔いには持ってこいですね。あ、船酔いしづらい。そう、船酔いしづらいっていう、うん、揺れがほぼないんで。なるほど。まあでもやっぱり凪の海を走るのに都合のいい作りになってるって感じします。ああ、そうですよね。アメンボみたいというみんなに言うと、日本人のダイビングショップばっかり集まって、はい、この清掃の日を決めて、はい、でみんなでこう水中を清掃しよう。水中清掃なんですか。水中清掃が多いですね、はいはい、それがちょっとね、数年前からその日本人 の, その集まりがなくなって、はい、うん、で再びね、このコロナに入るちょっと前にね、はい、ちょっと作ったんですよ、まだ。あ、はい、再度こう呼びかけてみんなに、で、まあ、新しい職もいっぱいできたんで、前と比べて、うん、呼びかけてできて、さあ今からその水中清掃のじゃあ日程決めようやって言うてる時にコロナ入ってしまった。あ、なるほど。それは何社ぐらいでやろうとしてたんですか。まだだから、まだこれからも増えるんでしょうけども、今10社ぐらいじゃないですかね。10社ぐらい。そう、10社ぐらいが集まって、その、再度、もう一度やろうということが決まった瞬間にコロナになったんで、こんな状態で。それは、あの、マクタンの海の戦争、うん、そうですね。もうマクタンのショップばっかりですね。前やってた時、どんなゴミが。ゴミはね、やっぱりね、プラスチックが多いんですよ。フィリピン人がまだこれプラスチックがね、好きなんですよ。あのビニール袋、買い物袋っていうかね。はいはい。ああ、が好きで、なんかしたけど、雨降ってる時なんか頭にその買い物袋をかぶって歩いてるんですね。なるほど。わからんけど。でも皆さん好きで、だけどだん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 フィリピン自体も、うん、今日はあのお店でね、スーパーとか、はい、ここ最近はスーパーとかで、はい、今日は紙の袋だけですと、うん、そういうの決まりがあって、はい、うん、多分行政からの指導だと思うんですけども、はい、だからプラスチックの袋を出さない日があるんです、はい、うん、はい、出す日もあるし出さない日もあるって感じですね。そうです。今日はもうプラスチック の, あの袋は出さない日で、この紙の袋ですよって言われます、はい、なるほど。うん、まあ徐々にって感じなんですかね。徐々にですね、うん、でやっぱりね、一番問題なのはゴミの処理場やと自分は思うんですよ。うん、うん、ゴミの処理場をしっかり作らないと全部海に流れるんです。はい、うん、あ、その辺のね、やっぱり、ね、こう みんなこう言う人は言うんですよね、あの、フィリピンもね、もうこういうの決めようって、はい、そういう環境にね、非常にみんな厳しいんですけども、はい、あの日本と比べると、うん、一般の国民の隅々まではそれは行き渡ってないんですよ、うん、まあ変な話、貧困層が日本に比べると非常に多いですよね、はい、うん、だからその貧困層の方々は、まあ、そんなこと言ってる場合じゃないわけですよ、うん、自分らもこの精一杯は、うん、
観光地のゴミっていうのは、はい、観光客が捨てるゴミも結構あるんです。あ、アイランドホッピングで結構いろんなボートが出るんですよ、いろんなショップから、はいはい、ボート出るじゃないですか、はい、やっぱりね捨てるんですゴミを、うんうん、例えば一番あのもう本当捨てやすいのがタバコの吸い殻ですよ、うんうん、結構タバコ吸う人がまだ多いんで、はい、船の上でタバコ吸って、船の上には灰皿、ほぼどんな船でも灰皿っていうのはね、うん、用意してはるはずなんですよ、はい、うん、うん、うちの船でも用意はしてあるんです、はい、やっぱりまあそこに捨てるのが面倒くさいのかどうかわからんけども、ポンと捨ててしまう、うん、よく見、自分もよくだから見ますよ、船上で他の船がポンと捨てるの、うん、びっくりするけどね、うん、はい、そうですね、あの辺のモラル、うん、そうです。それとあと一番嫌なのがまあこれこんなとこで話してるのかどうかわからんけど、まああの編集しますから、そうですね、女性のねあれ、あ、生理用品とか、そうペタッと貼るやつ、あ、ナプキンですよ、ナプキン、はい、今思い出した、それが捨ててあるんです、捨ててある、水中で、あ、見た日にはひっくり返りますからね、バーッと、あ、水中で、それであとおむつ、子供の、はいはいはい、紙おむつ、紙おむつ、まあでもあれも、はいはい、流れてきたのか、うん、ゴミ処理場から、ゴミ処理場というか、ゴミ置き場から、はい、あれなんですけど、うん、それがね、目立つ、自分的には、うんうん、まあ、あれ自体も紙って言いながらプラスチック含んでますからね、そうですよね、プラスチック、プラス、まあプラスチック、ほぼプラスチックでしょうね、うん、うん、紙っていうのにはちょっと語弊があるって感じですもんね、うん、それがね、自分的には非常にもう目立つんですよ、イラッとするんですけど、だからね、もう回収するんですけどね、もう回収しても回収してもキリないです、うん、なるほどね、うん、本当にキリがないです。特にマクタン島の近辺っていうのはやっぱり住民が住んでるところがもう近いので、はい、ね、だからどうしても離島よりに比べ、離島に比べるとね、やっぱりちょっとゴミの量というのは多いかなと、うん、思いますけどね、はい、まあだけど普通にこうダイビングしてる分にはそんなにね、うん、そのやっぱお客さん皆さんね、うわ綺麗な海やなって言ってくれはるし、はい、うん、我々も毎日入ってる人間にとっては非常にもう目につくんです、うん、イラッとしますね、うん、カメがプラスチックバッグを食べているようなシーンにあったりすることないですか、ね、そういうのは見たことないですね自分は、うん、なんかクラゲと間違えて食べちゃうみたいなという人がいますか。まあビニール袋やからね、うん、まあそれで胃の中にねプラスチックバッグが入ってたりとかっていう、うん、当然溶けへんもんね、はい、家にもね、まあね、まあいろいろありますよね。もう人間を教育するか亀を教育するかどっちかですねいやまだ人間の方がいいんじゃないですか